こんにちは、おにくです。今回は渋谷の音の SNS 限定動画 NiziU のカプセルトークを見ていきたいと思います。まず言いたいことがあって、まやちゃんとりおちゃんに関して私動画をね撮ったと思っていて、ミドルズから動画を出してしまったんですけど、なんと撮っていなくって、なんかコメントで言っていただいて気づいてやばいと思って、なんかもう自分の中でもちょっと混乱してるなっていう感じなんですけど、今日はミドルズ以外の全員分の渋谷の音を見ていきたいなっていうふうに思います。そして今週の渋谷の音はストレイキッズさんが出るんですけど、今回は渋谷の音の SNS でスキズ動画を20本出しますということで、スキズさんもすごいなと思って、渋谷の音の方たちってツイッターとかも見ればわかるんですけど、本当にそのハッシュタグとかそのコメントとかもすごく NiziU のことを愛してくれてるのがすごく伝わっていて、例えばあやかちゃんだったらますます大人の美しさになっていくけど、当時と変わらないあどけなさもあることに私安心しておりますとか、りくちゃんだったら JYP 合宿会場に見える錯覚が起きたとか、まゆかちゃんだったら心の声ダダ漏れ失礼しました、でも可愛すぎるから仕方ないよねとか、そういう感じですごく NiziU のことを愛してくださっているし、ストレイキッズさんの動画も20本上げてくれるということで、もう本当にすごいなと思って、渋谷の音のすごい愛を感じたので早速見ていきたいと思います。普段は NiziU を中心に女の子のアイドルについての動画を更新していますので、チャンネル登録高評価、そして Twitter と Instagram のフォローも概要欄からお願いします。まずリオちゃんからいきたいと思います。 NiziU のカプセルトーク、次は私なんか明るいんだよね、かわいい、何が元気だね、か出たって可愛い、私の好きなカラー、リオちゃんめっちゃ可愛いんだけど、どうしよう、すごくないですか、なんかうまい話が、お、はい、私が出たのは1日だけ他のメンバーになれるなら誰がいいですか、気になる誰だろう、なんですけど誰なんだろう、1日だけだったらリマーかニナかなって思うんですけど、理由はなんかすごいやっぱ2人とも英語とかすごいペラペラと喋ってるじゃないですか、確かに歌ってる時とかも英語の発音がすごく綺麗というか、まあ当たり前なんですけど、それがすごく羨ましいなって思ってた面もあったり、すごいなんか撮影の時とかすごくなんかキリッキリッっていうその感じがすごく私は好きなので、1日だけでもいいのであの2人のどっちかになってみたいなっていうのを思ってます。はい、以上リオでした、バイバイ。はい、リオちゃんの私すごい雰囲気好きだな、リオちゃんのリオでしたバイバイみたいな感じの言い方がめっちゃ可愛くって、なんか海外ドラマに出てくる女の子みたいな感じのテンションですごい可愛いし、言葉が多分韓国語もそこまで得意ではなかったっぽいじゃないですか、なのでそこがその英語が喋れるね二人がかっこいいなって思うんだと思うんですけど、まあ確かに二人かっこいい、でもリオちゃんもね、リオちゃんの魅力がめちゃくちゃあるなっていうふうに思うんですけど、まあリマちゃんとニナちゃんって勉強したとかももちろんあるんですけど、逆にね日本語を勉強していたりとか、確かにこういうなんかキラキラみたいな、キリキリみたいな感じなのもすごく上手だし、そこの二人になりたいのってすごいわかるなって思うし、なんかやっぱりいろんな人と会話ができたりするのも羨ましいなって思うんですかね。でも今回のリオちゃんもめっちゃ可愛かったんで、ちょっと次がマヤちゃん行きたいと思います。NiziUのカプセルトーン、かわいい、次は私マヤの番です。ではやっていきたいと思います。なんかそのテンションの差が可愛かった今。何が入っているでしょうか。薄いよね。一番自信があるモノマネをお願いします。待って、はい、楽しみなんだけど、これは私がまだちょっとやったことがない、ね、ないものなんですけども、ニナが英語でコメントを言うときのモノマネをやります。 Thank you for that. 待って、以上です。最高すぎんだけど、待って、いやこの質問書いたの誰ですか、もう本当に称えたいというか感謝したいぐらいすごいすごいな。正直まやちゃんといえばね、やっぱモノマネのイメージがついていて、もう毎回振られると思って、その度にね新しいモノマネを用意して、モノマネもねどんどんねクオリティ高くなってるし超大変だと思うんですけど、しっかり用意してくれてやりきるまやちゃんが本当に好きだし、まやちゃんって見てそのリオちゃんとかリクちゃんみたいにパッてコメントを言うタイプではないと思うんですけど、
まやちゃんもすごいバラエティ向きだなって思うのが、自分を振り切ることができて、そこがすごく面白いので、いやさすがまやちゃんだなっていう風に思って、今回もすごく可愛かったなっていう風に思いました。次がりまちゃん見ていきたいと思います。NiziU のカプセルトーク、次は私りまの番です。どんなことなんだろう。レッツゴー、かっこいい、めっちゃかっこいい。だって可愛いんだけど、取り出し方じゃじゃん。 JYP の活動で気になる、こういうのあんま聞けないですか。JYP のあのオーガニックの食堂があるんですけど、あのブデチゲっていうあの韓国の料理のチゲの料理があるんですけど、それも美味しいんですけど、そのなんか横に出てくるあのラーメンの替え玉みたいなのがあるんですよ。なんかラーメンを何回でもおかわりしていいよっていう、やっぱりラーメン来た、すごいコーナーっていう感じがあるんですけど、そこが好きです。以上、りまでした。バイバイ。いやもうリマちゃん麺好きすぎでしょっていう、めっちゃ可愛いですね。本当に本当に麺を愛してるんだなっていうのが伝わってきましたし、オーガニック食堂のね話とかもなかなかね、その聞けることではないので聞けて嬉しいなっていうふうに思ったし、何よりね私もプテチゲすごく大好きなのですごい嬉しいなと思って、プテチゲはちょっとお腹空いちゃうんでちょっと貼ろうか迷ったんですけど、こんな感じでブテっていうのが軍隊って意味で、なんか軍隊チゲっていう、軍隊の時にもともと食べるチゲっていうことでね、めっちゃ美味しいので、結構韓国料理屋さんでも置いてあるメニューなので、よかったら食べてみてください。そして最後はニナちゃん見ていきたいと思います。NiziU のカプセルトーク、次は私ニナの番です。いや本当可愛いマンネだよね。どうだって可愛い。いやー、綺麗だわ。何でしょう。中学校での一番の思い出を教えて。ギャップを感じた。私はそのなんかめっちゃ、あ、この思い出とかないんですけど、本当に普通のことなんですけど、友達と一緒に学校に登校したり、あの一緒に帰ったりしてた時の話す時間がすっごく好きでした。はい、なんかしみじみしちゃった。バイバーイ。なんかこのカプセルトーク、ニナちゃんのカプセルトークのハッシュタグに、中学生の時かなんてしみじみしてたけど、まだニナちゃん15歳って書いてあって、そうだよなっていう風に思いましたね。いや中学校の思い出って思うじゃないですか。普通高校の思い出とか大学の思い出とかっていうイメージなんですけど、あ、そっか、まだ中学生なんだなって思って、ちょっとギャップを感じたんですけど、でもなんだろう、またなんかわかる気がする。なんか普通のことが一番幸せっていうか、まあもちろんね、これが楽しかったとかこれが好きっていうのはあると思うんですけど、そんな中でも普通にシンプルに一緒に投稿したりとか一緒にご飯食べることが日常がね楽しかったりするんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっとしみじみした最後だったんですけど、やっぱり今はね学校とかもなかなかみんなと一緒に通える環境ではないし、もしね行ったとしても、なんかニナちゃんも親戚が増えたって言ってたんですけども、それはね笑いだったから全然いいと思うんですけど、自分がねそんなに仲良くなかった人とかからも声がかけられたりとかする場面もあるだろうし、環境とかもすごく変わっていくと思うんですけど、いつもねそのわちゃわちゃ感とかニジプロジェクトの時のあどけなさみたいなのが残っているニジュも私はすごく好きなので、今日のウィーニジュすごく楽しみにしています。そして今回のこの渋谷の音の SNS 限定動画にコメントをしていただけたら嬉しいです。もう今回もすごく良かったと思うので待っています。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。いやーカプセルトーク良かったですね。なんかそういう質問形式にしてくれてすごく楽しい企画だったなっていうふうに思います。もうこれからねいろんなことがねさらに始まっていくと思うんですけど、今日もね私ローソンの企画がダメで、結構頑張ってローソン行ったりしてるんだけどなみたいな感じでちょっと不安になるんですけども、270名だからねって思ったら、なんか CD 積んだ方がいいのかなとか思い始めるんですけど、せっかくならねやりきれるだけちょっとやりきりたいなっていう気持ちがあるので、最後まで諦めず頑張るので皆さん頑張りましょう。あ、そして言いたいことがあったんだ。そうそう、日経エンターテインメントの表紙に NiziU が決定しました。
なんか今までと違ってファッション誌ではないので、どんな感じかすっごく気になるし、ちょっと大人っぽい NiziU が見れるんじゃないかなっていうふうには思っているんですけど、 NiziU が表紙の日経エンターテインメントは12月4日に発売するということで、 NiziU のデビューアートですごく楽しみですね。私実はまだミニも予約してないので、もう予約とかすごい忘れかけるし、 NiziU の CD もまだ予約してない店舗などあるので、そちらもね随時予約していきたいなっていうふうに思います。忘れないようにしないと。